どうも、麺屋花火総大将の新山です。今日はですね、自宅で誰でも簡単にしっとりパラパラの美味しいチャーハンを作るレシピを紹介したいと思います。では作っていきましょう。さあ、それでは、今から材料を紹介したいと思います。せーの、はい、これが今回使う調味料、これポイントです。本だし、それから濃口醤油、それからご飯 200g、こちらがウインナーですね。チャーシューでもハムでも大丈夫です。それからネギ、卵は1つ、味の素を少々、ブラックペーパー少し、それから米油、これはサラダ油でも大丈夫です。さあ、これで今から作っていきたいと思います。まずは家庭にですね、余ったご飯、これ冷凍こうやってしてあるところもあると思うんですよね。チンして食べれるご飯で十分ですので、今からこれを 200g、 200g のご飯を2分ぐらい600-500W で温めます。完全にほかほかに温めなくて大丈夫です。ソーセージ、こちらをちょっと、あ、違う、ウインナーをカットします。これはこんな感じで縦こういう感じに切ります。こんな感じに切ってください。でそれをこうして、こうすると食べやすくていい形にカットできます。こうするとね、チャーハンにすごく合いますからね。はい、こんな感じ。これちょっと量多かったんで、1人前のチャーハンだったら1本か1本半で十分ですね。これ3本あるんで多分全部使いません。はい、ご飯が温まりました。よっしゃ、ご飯を入れます。よで、今153、もうちょっと、200、ここはね、ちゃんと 200g にしたいんですよ。よっ、 OK、 200g、 ほい、 200g、 よし、 OK。 はい、でここに、卵入れちゃいます。卵だーん。それから、醤油入れます。よいしょ、よっ、から本だし、よいしょ、よし、はい、それからここに、米油を小さじ2杯、よいしょ、それから味の素、これを 1,2,3,4 振りぐらい、ブラックペッパー、胡椒ですね、軽く、こんな感じで、これをもうここでざっくりと混ぜちゃいます。
思いっきりこんな感じでぐる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 と全部をこうなじませる感じで、ご飯にダマがないようによーく混ぜます。はい、これぐらい混ざったらね OK です。こんな感じ、こんな感じに混ざったら、このまんまでもね結構美味しいんですけど、ちょっとね違うんですよね、このまま食べるのとは。やっぱりこれは炒めて美味しい味付けになってます。ではこれを炒めていきます。はい、ではいきます。火をつけてフライパン、大さじ1杯の油、はい、油引きます。火加減は最初は強火で、はい、ここで入れます。全部入れてください。よいしょ。だからもう強火のままでいいです。で、箸を立てて素早くこのまんまずっと動かしてください。こういう感じ、この感じでずっと、はい、特に特別な技術は何もいりません。このまんまぐる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 混ぜてください。卵と油がいい感じに反応して一粒一粒をコーティングしてくれますから、これがねいい感じになるんです。ぐる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 混ぜて、そうするとだん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 パラパラになってくるんでね、焦らなくていいです。ゆっくりゆっくり混ぜれば OK。 ね、そうだん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 火が入ってきます。勝手にパラパラになってきますからね。で、大体ちょっと卵が火が入ってパラパラしだしたら、もう弱火にしちゃいましょう。これぐらい、こんな弱火で大丈夫で、ここからパラパラして、で、ここでウインナー入れます。はい、これぐらいでちょうどいいかな。で、ネギも入れちゃいます。これは全部パラ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 、はい。で、あともうずっとこうやって混ぜるだけ、ひたすらこうやって混ぜるだけです。こんなんでチャーハンできるのと思うんですよね。これはできるんですよ。こんな感じね、これ、ほらほら、もうこんな感じ、こうやってするだけ、もう完成ですよ。もうだいたいね完成。火加減もこんな感じ、強くないです、弱火。はーい、最後にこれ小さじ1杯のお水入れてください。はい、でさらにもう一回混ぜます。今のお水は蒸発した水分をお米にちょっと戻す感じね。フライパンこうやって返せる人はちょっとやった方がいいかも。はい、なんとこれで完成です。簡単でしょ、めちゃめちゃ簡単でしょこれ。ほら、もうパラパラ。じゃあこれを丸い器に入れてパコってやります。そうすると綺麗なお店のチャーハンみたいになりますからね。こういうねカップ、丸いカップがあったらいいんですけどね。皆さんのお家にありますか？これに、こんな感じで、わーこぼしちゃった。でこうやって入れます。おー、普段ね僕はスプーンとか使わないんですけど、皆さんが使いやすいものをと思って、よいしょ。こうなったら、このスプーンで、こう、コンコンコンって、あ、コンコンコンじゃねえな。トントントンって。こんな感じで、綺麗にこう、圧力かけてください。はい。そしたら、軽く、こういう感じで、手に、トントントン、トントントン、トン。こんなもんかな。こんな感じで、お皿をこの上に乗せて、せーの、おっ！よいしょ、せーの、
どうですかこの感じ、綺麗でしょこれ。あんな簡単に作ってこの感じですよ。ツヤもいいし。さあ、じゃあ食べてみましょうか。はい、ということで、チャーハンできました。完成です。では今から食べたいと思います。いや、これね、あれだけ簡単な作り方をしてどんだけ美味しいんだよって多分思ってますよね。これがね、美味しいんだ。いただきます。あ、ほんとうまい。このこれパラッパラなんですよね。わかります？このこれパラッパラ、サッ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 って、このしっとりしながらパラッパラなんですよ。パラッパラパラッ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 、ほらわかりますかね、これパラッ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 。これがね、めちゃめちゃチャーハン、本格的なチャーハンっぽくてうまい。味付けの旨味の元になるのは、少しの味の素と、本出汁。本出汁が、チャーハンをこんなに美味しくするんだという、この新しい感覚、ぜひね、皆さん本当一回試してほしいんですよね。で、ここに、どん、キムチ。ちょっとこうしてキムチチャーハンにして食べても、これうまいんだな。このちょっとした和風の香りが、醤油ベースの、まあどっちかって言ったら醤油ベースのチャーハンなんで、これよく合います。はい、ごちそうさまでした。